経つかな。ココア、筆箱縦に使っていい？いいよ。ありがとう。みんな、こんばんは。ありがとう。もう今日の部は終わりました。あと明日と明後日頑張るぞい。どう？楽しかった？楽しかった？かっこいい？本当？嬉しい。披露だ。お疲れ様です。その服がさすがにチャイナ服で帰るのは嫌なんだ。かわいい。おちょちゃん来た。これ明日は行けるからよろしくね。まっとくあつしこんばんは。磯田こんばんは。お疲れ。チロねー。チャインだ。カム。あ、ね、ずれたね、ずれたね。あのゆかさんとさ、話せなかった今日レンの後ろでおちちゃんに釣られたから今度行くね。え、嬉しいな。みんなキャッチボール一緒にしてほしい。ちゃん、今日も握手会お疲れ様です。お疲れ様でした。うちで握手行きたかった。ショコに来てほしかった。コスさん、コスさんって言っちゃった。違う、琴音さん喋ったよ。一緒に会った、ご飯のとこで会ったの、たまたま。あ、あ、みたいな。お疲れ様です。話した。19時19分。楽しかった。こちらこそありがとう。お疲れ様、ありがとう。やろうか。お疲れ様。あ、届いた？よかった。かわいい、ありがとう。やりたくないやりたくないって名前なのにわざわざ時刻書いてくれとる。てなちゃんと今回、おかやんさん、おかやんさん、ありがとう。映ってよ、こうこちゃん。バイバーイ。もうロリコンだよね、こうこちゃん。かわいい。コウコちゃん目でっかい。元気？ん？元気なくない？元気だよ。元気だよね。でもちょっと疲れ果てた。そうよね。なんか今日元気じゃなさそうだから。ほんま？元気か。元気だよ。朝一発目にオチョに何か言ったわ。何でだっけ？みんな忘れた。あ、あのオチョがワンピース着とったんじゃ。やばいやばいちょっと。そう、やばいやばいって言われた。最近コウコちゃんディスるの好きです。コウコちゃんが何を言うたびに、それおばさんになったからだよ。そうなの、みんな最近それおばさんだからだよって言ってんの。デコ出したわ。コウコちゃん絶対デコ出してる方が可愛い。本当？うん、顔ちっちゃいけ。嘘。ごめんなさい。金と黒、ほんとだ、金と黒。え、光っとる。これ黄色い？え、金に見えるくない？ほら、ほんとだ、確かに金運アップする。次、ココアの配信に行く。うん、ココアの配信に皆様、レッツラゴーしていきますね。じゃあ、ありがとう。コッケコッコン。カンマー、カンマー、二人ともありがとう。
こちはまた STU のビジュアル担当を目指しメイクをいろいろ研究していきます。こちはこっちの方がいいな。見てこの角度、これが携帯だとすると、じゃあおちょいつもこんな感じ。一人で笑ってんの？へへへとか言って一人で笑ってんの。今日も美人ありがとう。悩やし何担当？ビジュアル担当目指します。なりたいけどまだまだだよ、まだまだ底辺だよ。かぶせて歌う。いける、頑張る。まゆみちゃん、ちょっと待って。そう、かわいいんだよ。ありがとう。私のところにもよかったら来てくれませんか？ですか？ちょっと待ってください。はい。先輩来た。先輩来た。先輩来た。まだ内緒。ありがとうございます。購入する。炸裂とる。自分今日さ、電波隠すためにめっちゃ炸裂とった。呼ばれて行っちゃった。服かっこいい。めっちゃ人気者で行っちゃったよ。スーパーモデルみたい。本当？口紅赤の方がいいですか？ジュエル担当なりたい、なりたいけどまだまだですよ絶対。毛糖好き？朝一で着とったで。チャイナ服とか最高、ありがとう、嬉しいな。リップ、まだ今取れないよ、悲しい、取れないよ。ありがとう。これが一番濃いかな。新しく前買ったって言ったやつです。バッグお母さんからもらったやつ。じゃんけん出るよ。え、聞いて、みんな聞いて。おちょさ、めっちゃさ、めっちゃなんだっけ、なんだっけ、なん
だっけあれ、顔面じゃなくてルックス面、めっちゃルックス面になりたいんだけど、こっちもう立てつもなく黒目がちっちゃいの、どうすればいい？でもだからってね、カラコンはつけたくないの、どうすればいい？そう、ビジュアル面、頑張って、黒目小さいの、ほら、マジック痛い、メイクできないの、結構いろいろ勉強してるつもりなんだけど、でもカラコンは嫌、そう、目痛くなっちゃうから、頑張って、ももちゃん、カノタ、おばちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、え、チャイナ服で帰れんくない？なんなん、なんなん、チャイナ服で帰らせる、ひどい、よっ、三島、三島、三島ママ、花火さん来た、このメッセージ、今ショールームやったら、え、このメッセージを送ってあげる、手揺れてんだけど、このままでいい？うまいやけど、じゃろ、うまいだろう、うん、え、そうなの、うん、どうしよう、だったら黒目大きくなる、みんなおちょのために協力して調べてほしい、チャイナ服の時のメイクは濃いけどさ、普段薄いじゃんか、そしたらもっと黒目ちっちゃくなるの、だからチャイナ服の時の顔はちょっと可愛くなるけど、普段のメイクもほんとブサイクなの、眼科？マスカラか、でもマスカラをちょっと黒塗ったらさ、目パッキンみたいな感じになるから茶色しか塗れないんだよね、難しいでしょ、下目は小さくて、やばっ、そう、かわいい、かわいいよ、ちょ、ありがとう、アイラインどうやって引けばいいの、眼球効果、やばっ、違う、あの黒目の大きさはみんな一緒なんだけど、オチョはなんていうん、体勢がきつい、オチョは白目がでかいんだと思う、白目の面積、目の形にで大きく見える、綺麗ってことも違う、アイドルは可愛くなきゃダメなの、吉田あかりさん聞こうかな、激しく遠い、みんな地方ちゃんがおちゃん釣りまくっていたって言っとって、ほんま？みんな釣っちゃうよ、着替えた、エッサーエッサーあげあげハイハイ、待った待った、はい、おちゃんココを無視してみた、わかるわかる、ほんま、やばくない、ショールームじゃなくてめっちゃ彼一人で喋ってニヤニヤしてたら、じゃあ帰り支度をしましょうということで終わります、バイバーイ、順位乗せといてくれると嬉しい、バイバーイ、よかったらフォローしてね、バイビー、あおい